梶原影時、梶原影時は、平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけての武将。鎌倉幕府の御家人。石橋さんの戦いで、源の頼朝を救ったことから徴用され、侍どころ諸子馬やべ等となる。教養があり、和歌を好み、武家百人一首にも選出されている。頼朝の信任厚く、との貴族からは、一の老党。 鎌倉の本体の武士と称されていた。一方で、源義経と対立し、頼朝に残言して死に追いやった大悪人とも評せられ評価が二分する。鎌倉幕府では、頼朝の長臣として、権勢を振るったが、頼朝の死後に追放され、一族と共に滅ぼされた、梶原景時の変。梶原氏は、 坂東八平氏の流れを組む鎌倉氏の一族であり、大橋とは同族である。曹祖父、または呪曹祖父に、あと三年の役で、源義家のもとで戦い武勇を謳われた、鎌倉影政がいる、梶原氏の祖、影久の重帝。梶原氏は、大柱らと共に、源氏の家人であったが、平時の乱で、源義友が廃止した後は平家に従っていた。 自称四年、1180年8月、源頼朝が挙兵して、伊豆国木大、山木兼高を殺した。影時は、大場影地下と共に、頼朝討伐に向い、石橋山の戦いで家兵の頼朝軍を打ち破った。敗走した頼朝は山中に逃れた。大場影地下は、追跡を続け、山中を、くまなく捜索した。鏡によると、この時、影時は、 言いだけに共々頼朝の山中の在所を知るも、情をもってこの山には、人跡なしと報じて、影力を別の山へ導いたという。原平清水記では、より詳しく、この場面が述べられている。敗軍の頼朝は、土井寂平、岡崎吉寂、足立森ながら六基としとどの岩屋の布石の洞窟、現在の湯河原町へ隠れた。大場影近が捜索に来てこの布石が怪しいというと、 影時がこれに応じて、洞窟の中に入り、頼朝と顔を合わせた。頼朝は今はこれまでと自害しようとするが、影時はこれを押し止め、お助けしましょう。戦に勝った時は、君を忘れたまわぬようと言うと、洞窟を出て川掘りばかりで誰もいない、向こうの山が怪しいと叫んだ。大場影地下はなおも怪しみ自ら洞窟に入ろうと、するが、影時は立ちふさがり、私を疑うか。 男の位置が立たぬ。入れば、ただではおかぬと詰め寄った。大場影地下は諦めて立ち去り、頼朝は九死に一生を得た。その後、頼朝は暗亡国へ逃れて再挙し、千葉常兼、カズサ広常ら東国武士が続々とこれに参じて、大軍に膨れ上がり、10月に鎌倉に入った。頼朝は、平これ森率いる兵士軍を撃破し、大場影地下は捕らえられ切られた。 12月に影時は土井真平を通じて、頼朝に降伏。翌陽は元年、1181年正月に、頼朝と対面し、ご家人に列した。弁舌が立ち、教養のある影時は頼朝に信任され、鶴岡和神屋の造営、囚人の監視、五代所、北条政子の出産の奉行など所持に用いられた。時期は不明だが影時は、侍所所持。 時間に認じられている。樹永2年、1183年12月、上佐広ヒとスゴろくを撃っていた影時は、にわかにワを乗り越えて、広ロの首をかききり撃ち取った。広ロに、無本の桑立てがあるとの噂があり、頼朝が影時に命じて殺させたものだった。後に、無本の疑いは、晴れて頼朝は後悔しているが、ヒロは、 鎌倉政権軍の中でも飛び抜けて大きな兵力を要しており、そのために不尊な振る舞いが多く、また上落して兵士を倒すよりも関東での拡挙を施行しており、武家政権の樹立を目指すよりともにとって危険な存在であった。樹影3年1184年正月、影時節は源の義仲との宇治川の戦いに参陣。 源の義経敗下の着難、影末は、佐々木高綱と先陣を争い部名を挙げた。戦後、源、範頼、義経、安田義貞らは、戦勝を鎌倉へ報告したが、いずれも、勝ちました程度の簡単なものであったところ、影時の報告書だけが義仲の討ち取られた、場所、様子、主だった敵方の武将の使者と討ち取った者の名前など、詳細に戦果を記しており、 よりともはその事務能力、実務能力の高さを喜んだ。同年2月7日の一の谷の戦いでは最初は、影時が吉経の侍大将、土井寂平が範頼の侍大将になっていたが、おのおの木が合わず所属を交代している。範頼の大手軍に属した、影時、影末、慶向府氏は、幾田口を守る平友盛森と戦い、大いに奮戦して、 カジワラの二度掛けと呼ばれる働きをした。合戦は、源氏の対象に終わり、この戦いで影末は、平重平を捕らえている、平家物語、源平清水記。二月十八日、影時は、土井・真平と共に、ハリマ、美善、ミマサ中、ビ後五ュ、カ国の守護に任じられた。影時は、平重平を護送して、一旦、鎌倉へ戻り、四月に、 と井サ平と共に上落して、各地の兵士所領の募集に当たった。8月に、ノ頼が、兵士討伐のため鎌倉を発行し、中国地方から九州へ渡る遠征に出た。義経は、頼朝の歓喜を受けて、兵士討伐から外されていた。東鏡に影時の淡路島などでの活動が見られ、また、頼朝からノ頼に対して、サ平、 影時とよく相談して遠征を遂行するようにとの命令があり、範頼に従って西国の占領にあたっていた。兵糧や平戦の調達に難中した範頼が苦戦したことから、元略元年、1185年正月、頼朝は義経の起用を決めて、摂津国で軍を編成させ、佐帰国や島の兵士の本営をつかせることにした。平家物語によれば、 義経の軍に属した影時は平戦にサカロをつけて身体を自由にすることを提案。義経はそんなものをつければ兵が臆病風に吹かれて尻ぞいてしまうと反対。影時は進むのみを知って尻ぞくを知らぬはイノシシ武者であると言い放ち、義経と対立した。いわゆるサカロ論争である。二月、義経は 暴風の中をわずかこそ150機で出港して、連撃的に、ヤシマを落として、影時の本体140予想が到着した時には、兵士は逃げてしまっていた。影時は、6日の勝負と嘲笑された、ヤシマの戦い。3月、義経は、長戸国彦島に孤立した兵士を滅ぼすべく、水軍を編成して、段の裏の戦いを挑んだ。兵家物語によれば、 軍にで影時は先陣を希望したところ、義経はこれを退けて、自らが先陣に立つという。侵害に思った影時は、総大将が先陣なぞ聞いたことがない。将の器ではないと苦労し、義経の老頭と影時府氏が切り合う寸前になった。合戦は、源氏の勝利に終わり、兵士は滅亡した。平家物語にある、坂路論争や、 先人争いの史実性については疑問とする見方もあるが、あず鏡にある合戦の報告で影時は、方眼殿、義経は、孔に誇って傲慢であり、武士たちは白氷を踏む思いであります。そが近く使える私が方眼殿を追いさめしても怒りを受けるばかりで、刑罰を受けかねません。合戦が終わった今はただ関東へ帰りたいと願います。大尉と述べており、 ヨシツとカ時に対立があったことは確かである。この報告がいわゆる、梶原ワ時の残言と呼ばれるが、アズ鏡は、ヨシツの独断とわがまま勝手に恨みに思っていたのは、カ時だけではないとこれに付きしている。後に、ヨシツが、ゴ白ラ法王からよりとも討伐の院前を得て、挙兵した時も、兵士討伐戦で、ヨシツが花々しい戦勝をしていたにもかかわらずこれに、 大子る武士は、わずかしかいなかった。また、梶原景時の残念に対し、景時以外の義経に同行していた将たちが、頼朝に対して、義経を弁護していない、少なくとも、弁護していると信用できる資料はないことも事実である。義経は、頼朝の怒りを受けて、鎌倉へ帰還することを許されず、刑へ追い返された。9月に、影末が上落して、 よりともからの源の雪家追討の命を伝えるべく、義経の屋敷を訪れると病として、面会できなかった。一両日待って、面会に行くと通され、義経は胸則に持たれて、急を打ち衰弱した様子で、病が癒えるまで、雪家追討は、待ってくれるよう言った。鎌倉に戻った影末がこれをよりともに報告すると、影時は、面会を一両日待たせたのは不審であるとし、 その間に職を断って衰弱してみせたのだ。雪家と同心しているのは間違いないと根性した。と佐坊正都が義経暗殺に派遣されるが帰り討ちに会い、義経は院前を得て雪家と共に拒兵するが兵が集まらず失敗し、刑を落ちて欧州平泉の藤原秀平のもとへ逃れるが、文治五年、千百八十九年に秀平の死後、その後を継いだ。 藤原康平に殺された。吉経の首は、鎌倉へ送られ、影時と和田義盛がこれを見分している。影時の残言と呼ばれる者には、康公衆と畠山重忠の事例がある。康公衆が、壇の裏の戦いでの恩賞を願ってきた時、影時は、康という者の,の名蔵を聞いたことがないと申し立て訴訟になり、証人が出て、康の先行が、 明らかになり、影時は敗訴した。罰として、影時には、鎌倉の道路の不審が課せられた。畑山重忠が罪を受けて謹慎させられ、千葉種生に預けられた。重忠は罪を恥じて絶食してしまい、頼朝は重忠の武勇を惜しみこれを謝面。重忠は武蔵国の館に戻ったが、影時はこれを不審として、 重忠が恨みに重い謀反を企てていると根性した。よりともは重忠たへ死者を使わせると、地辱と感じた重忠は自害しようとし、死者はこれを押しとどめて、申し開きをするため鎌倉へ行く、よう説得。影時が尋問役となったが重忠は、身の潔白を断固として反駁し、よりとももようやく疑いを解いた。人望のあるしを落とし入れようとしたとして影時は、 御家人たちからひどく恨まれた。一方で影時は、鈴木京花、金指森泉、白鳥、茂蘇我兄弟の社名をお願い出ることもしている。文治五年、1189年7月、欧州合戦に、影時不死もこれに従軍。藤原康平は敗走して殺されを欧州藤原氏は、滅びた。捕虜になった、康平の老頭。 百合八郎を影時が尋問したが、その傲慢な態度に、百合八郎は怒り尋問に応じようとしなかった。代わって尋問に当たった畠山茂忠だが、霊法に則っ,ってくしとた,ため百合八郎は感じ入り、尋問に応じ、影時とは、運泥の違いであるとった。研究元年、1190年、頼朝が初めて上落すると影時はこれにくぶし、 途中の遠藤海国橋本塾での友情を集めての縁で頼朝と影時が和歌を交わしている。また、社籍集に欧州合戦の際に頼朝と交わした和歌が残されている。十二月一日、右この絵大将廃画の随病七人のうちに選ばれて三院の区部をした。さらに、これまでの訓功として頼朝に御家人十人の成功推挙が与えられたとき、 その一人に入ったが、この影持ちに章を譲っている。研究二年、1191年の徳大寺サネの死去の記事に影時と弟の朝慶が、身から学んだとの記述があり、梶原氏は、優れた歌人を輩出した徳大寺家と交流を、持ち若を学んでいた。研究三年、1192年、影時は和田義盛に代わって、侍所別党に就任した。 アズ鏡は、この交代について、影時がついただけでも仮に別当になりたいと、懇願し、吉盛がそれならばと暇のついでに、これを許したが、影時が関係を持って、別当職を奪ってしまったとしている。しかし、侍の頃別当という住職が、このような行き札で交代するとは考えにくく、実際には、頼朝の意向によるものと考えるのが妥当であろう。実際、 戦乱の時代が終われば、武人である和田義盛よりも、武勇だけではなく、事務能力、実務能力に優れ、前述の義仲との合戦な方針など、当時の坂東武者は文章を書ける者は、ほとんどいなかったと言われている。また、和歌の一つもこなせる影時は頼朝にとっては得がたい、手ごまであっただろう。後世の秀吉における、石田三成、家康における、 本田正信の例と同じである。区間省でも、鎌倉の本体の武士、鎌倉殿、頼朝の第一の家来の意味と評価されている。正治元年、1199年正月に、頼朝が死去すると、影時は引き続き宿老として二大将軍、源頼家に徴用された。四月にはい頼家の失勢を理由に政務が停止され、十三人の合議制が置かれると、 影時もこれでした。よりえと有力後家人との対立がもとで、不祥事が続き、これを嘆いた結城友光つが、中心は二君に使えずという。古将軍が亡くなった時に出家頓生しようと思ったが、ご遺言により叶わなかったことが、今となっては残念であるといったことが影時に伝わってしまう。友もつの言葉に激怒した影時は、これをよりえの希望であると残言し、 断罪を求めた。このことを知った、御家人たちは起こり、三浦義村、和田義盛ら諸将六十六名による、影時排斥を求める、連番状が頼家に提出された。頼朝の死後、頼家のもとでも継続して、権力を振るう影時に対する御家人の負として、紛失したのである。十一月、頼家は影時に連番状を下げ渡すと、 影時は弁明せずに一族と共に、所要の相模国一宮の館に退いた。昭治二年、1200年正月、影時は一族を率いて上落すべく、相模国一宮より出立した。途中、駿河国旗清水関に手偶然居合わせた、吉光とも県内在地の武士たちと戦闘になり、同国狐先にて、着死、影末、次男、慶高、三男、 影持が撃たれ、影時は、付近の西名の山上にて自害。一族三十三人が討ち死にした。東鏡は、影時が上落して、九州の軍病を集め、武田遊戯を将軍に立てて、反乱を企てたとしている。しかし、義経の転落を見ていた影時が、同じ鉄を踏むとは考えられず、土見門道道下や特大寺家といった京都政界と、縁光を持つ影時は、 との武士として朝廷に仕えようとしていたとみられる。梶原一族滅亡の地は、梶原山と呼ばれている。なお、吉光友剣が掛持ちを打ち取った際、友剣が所持していた青江の立は、友剣の子孫である、秋国人吉川氏の家宝として伝授され、国宝、狐ヶ崎として、現在に伝わる。鎌倉幕府法上氏による、後年の編纂書である、あずま鏡では、 その死に際する記事で、二代にわたる将軍の長愛を、誇って、傍若無人に振る舞い、他年の赤薬がついに身に返したと記されている。だが、極陽によると、影とき追放の原因とされた残言は、将軍、頼家にその弟、佐根友を将軍に担ごうとする陰謀があることを報告したものであり、影とき追放の三年後には、北条氏の陰謀によって頼家が、法、 暗殺され、サネトモが将軍となり、北条と木政が実権を握っていることから、北条氏に不都合な影時追放の真相は、歪曲され、影時を悪人として断じていることが推測される。もともとその職務から恨みを買いやすい立場であった、影時への御家人たちの不満に火をつけて煽ったのは、自生の娘でサネトモの乳母である阿波曲局であった。一般に、影時には、 義経を陥れる残言をした、大悪人といった印象が持たれている。残されているエピソードや資料における記述などから、力のある者にはへつらうが、隠した相手には、高圧的で存在、という印象を持たれている。ただし、その悪名には、誇張が含まれていることも多いと推測される。平家物語、厳平清水記では、サカ論などヨシと影時の対立の話がより、 具体的に記述されている。そして、義経を主人公とする、義経記では影時は仇役として描写されている。影時に対する、こうした印象が本格的に定着したのは、庶民文化が流盛した江戸時代であった。わかりやすい、完全懲悪が好まれた歌舞伎や講談で義経を悲劇の英雄とする、方眼美記と相まって仇役の影時はこれを陥れた。 大学人とされた。明治になって、近代歴史学、文学の時代になると、高田露伴や山路愛山などが単純な方眼美意気を、よしとせず、頼朝のために進んで憎まれ、役を買っていたという影時用語論を表している。一方で、東京帝国大学教授の黒板勝美は、紀経伝で、義経三尾の立場を明らかにするとともに、影時を、慣例なる人物と断じた。 歴史学の権威であった黒板の見解は影響力を持ち、以後長く受点類などで陰ときは残言を持って人を陥れる人物と記述されるようになった。戦後になると研究者の間では方眼美意気で記述することは減り、作家や読者も旧来の一面的な完全超悪的な観点では飽き足らなくなる。義経の政治面での無能さが指摘されるようになり、 その一方、影時は、頼朝の武家政権の確立のために進んで憎まれ、役を買った、善人とは言えないまでも優れた官僚的な人物で、あると評価されるようになった。このような見方は、海音寺長五郎の自然や柴良太郎の小説、吉爪、長井道子の短編小説、国説譜、直木賞受賞作、このお収録が代表的である。上横手正隆は、女はないが、 人間性が癒やしい、虎の脅しを狩る狐、侍の大将には、ふさわしくないが主を選べば最も優れた重心と、評している。一般に影響力のある、近年のテレビドラマにおいて、影時が、単なるな役人とされることは少ない。上記の、国説府を含む長い道子作品を原作とした、大河ドラマ、草燃えるや、同じく大河ドラマの、吉爪では、影時は、 義経と対立するもの、の、頼朝への忠誠心の、厚い、優れた官僚的な武士として扱われている。一方で、影時を大悪人として描くドラマも存在しており、例として、近年の作品では、TBS 大型時代劇スペシャル、源の経がある。作中で義経は美化され、最後には死なずに、蝦夷地に逃れることになっており、 影時は悪意を持って、義経を陥れ平泉まで追ってきて、最後は討ち取られるなど、大幅に脚色されている。歌舞伎、文楽の少なからぬ演目は、源氏と平家の争いを題材にし、とりわけ、蘇我兄弟ものを多く舞台化している。そのため、複数の演目に影時が登場する。いずれも創作であり、史実との縁は薄い。影時は、源氏でありながら、 心情では平家に加担する人物として描かれる、石切梶原、寿司屋。影時はほぼすべての演目で敵役だが、石切梶原においては、善玉として描かれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。